こんにちは、ようこです。今日は12月の7日の火曜日になります。で、今現在夜の、7時なんですけれども、今私はスポーツセンターに来ていて、でエアロビクスを2本受けて、先ほどちょっとねボクササイズを受けてきたんですけれども、これから、空手に入ります。で、ちょっとね時間があったので今ちょっと撮らせていただいてるんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今ね12月に入ってもうねこのドイツも本当にもうクリスマスムード一色なんですね。で、ちょっとね今回私ちょっと動画を撮ろうと思ったのが、実はこのクリスマスのイベントについてなんですけれども、私ちなみに、全く無宗教で、夫がドイツ人で、このねキリスト教徒で、エヴァンゲリッシュプロテスタントなんですね。でも、それほどねその宗教色の濃い、この信者ではなくて、一応、このね生まれた時に、この洗礼というかねプロテスタントの洗礼を受けたということで、一応クリスチャンということなんですけども、私は、日本人で日本生まれで、私の両親は、仏教徒なんですが、それほど強くないんですね。日本人の大体 80% 近くは皆さん私みたいな感じだと思うんですね。ちょっとね、初詣には、このね、神社とか、またはね、お参りに行ったりとかしたり、このね、お葬式なんかは、お寺さんで、みたいな感じだと思うんですけども、それほど、日本人って宗教色濃くないですよね。で私もちなみにそんな感じで、でも今ね現在海外に住んでいて、やはりいろんな宗教の方いらっしゃいますよね。例えば夫のようにクリスチャンの人とか、また先日エジプトではねイスラム教徒の方がね本当に多くて、でその際にも初めてねこのモスク、お寺に行って、でこのねイスラム教徒の方々のどんな感じでお祈りされているのかっていうのをね見てきたりとかして、自分は無宗教であっても、いろいろこんなね宗派とか、あと宗教を信仰されている方もいるので、それはねもう個人の自由だと思うんですね。ですから私はこの無宗教であって、全然そのね信仰とかもないんですけれども、他の方が宗教に入っていらっしゃって、それをね信じていらっしゃったりとか思想として持っていらっしゃるんだったら、それでははそれでいいという思っているタイプなんですね。ですから私自身はそのニュートラルなもう全く何も属さないっていうのを選んで、このね、51年生きてきているんですけれども、それで、今ね、このドイツ全体、この世界的にも、このクリスチャンの方にとっては、大きなね、このクリスマスの行事ですよね。24、25となるとね、このイエス・キリストのね、そういった大きな、なんていうんですかね、お祝いになりますよね。で、そういうこともあって、ドイツもクリスマスマーケットも開催されていて、で、各家々でも私もしたんですけれども、クリスマスツリーもデコレーションをして、で、24、25には、家族で集まって、お祝いをするみたいな感じなんですけれども、それで、昨日なんですけれども、実はね、私ね、夫とちょっと喧嘩してしまったんですね。というのも、この宗教に関わることなんですけれども、夫はね、先ほども申しましたが、それほど、そのね、信心深い、クリスチャンではなくて、一応洗礼受けたからっていう程度の人なんですね。で、本人も、物理学者なんで、自分は、そういったものは、それほど信仰していないと、それほど関心はないけども、一応洗礼受けてるから、このエヴァンゲリッシュ、プロテスタントだっていうぐらいの程度なんだっていうことで、そんな教会に行ったりもしませんし、そんなね、このドイツも、このキリスト教徒の、こういったね行事とか祝日なんか多いんですけれども、特別なことは全くしないんですね。で、別に私にも要求はしてこないんですけれども、このね数日前からクリスマスツリーはね出してほしいと、それは私もやっぱりね、夫を尊重して、やはりねドイツ人ですし、私も今現在ドイツで生活していますから、やっぱりリスペクトしないといけないということで、そのねクリスマスツリーはね先日もショート動画でご紹介させていただいたんですが、立てましたと。で、それで、
まあ、それそうは言ってもね、私クリスマスツリー出してるのはもう24、25までなんですね。もう年末にはもう片付けてるんですね、早々に。夫はずっと出しててほしいっていう感じなんですけども、もう片付かないですから、私はすぐしまってしまうんですが、ね、今年はまあクリスマスツリーを出しました。去年はちょっと私日本帰ってたので、もう出さなかったんですけども、1年、2年ぶりに出したんですね。で、それでまあ喜んでいたんですが、昨日なんですけども、まだね、ちょっとね、このね、メッセージがね、まあお昼ぐらいに送られてきて、ようこ、今日はね、この、セントニコラスだって、だからね、子供たちはそのチョコレートを、まあ、そのもらう日なんだっていうことをメッセージで会社から送ってきたんですね。で、私にしたらセントニコラウスって、まあ、そのサンタクロースみたいな、まあ、イメージですよね、私たちにとったら。で、そのね、まあ、このクリスチャンの方にしたら、まあ、その昨日を12月の、6日か5日は、そのまあ子供たちに、そのサンタクロースの形をしたチョコレートをまあ渡す日らしいんですよ。で、確かに今スーパーマーケットに行くと、たくさんそのね、サンタクロースのそのフィギュアが、フィギュアの形をしたチョコレートが販売されているんですけれども、で、それで私にわざわざメッセージ送ってきて、で、私もね、ついうっかりそのメッセージ見てなかったんで、毎年いつもちょっと夫用にチョコレート買ってあげてるんですけども、すっかり忘れてたんですね。で、帰ってからも、それを、まあ、そのね、セントニコラスの日で子供たちはチョコレートをもらう日なんだって何回も言ってくるんで、いや、ごめん、忘れてたって、まあ、あなたのためにチョコレート買うの忘れてたからごめんねって言ったんですけども、で、それに輪をかけて、まあ、自分の、まあ、そのね、私たちの知り合いでもあるんですけれども、まあ、夫の元同僚である、まあ、レバノン人の、まあ、そのね、まあ、友人、まあ、2人いるんですけども、2ヶ月前にレバノンに旅行した際に、一緒に会った人たちで、過去動画でもね、皆さんにご紹介させていただいてるんですけども、彼らに、まあ、お礼がしたいから、まあ、その行った時によくしてもらったからお礼がしたいから、まあ、このね、クリスマス、まあ、彼らは、レバノン人なんですけども、キリスト教徒なんですね。で、それで、まあ、イスラム教徒の方ではないんですね。で、それで、まあ、同じね、まあ、宗派は違うんだけどもキリスト教徒だから、この時期はやはりこのねプレゼントを交換する、交換、まあ、プレゼントをする、まあ、習慣が皆さんあるから自分もしたいということで、私も初めはふんふんって聞いてたんですけども、でも私は内心、私はクリスチャンでも、まあ、そのキリスト教徒でも何でもないから、もうあんまり関心ないなと思ってたんですね。で、私実は夫の家族とも今ね2年ぐらい前からもうこのクリスマスの交換はやめさせてもらってるんですね。もう正直結構ストレスで、もう何いいかわかんないし、で、そのクリスマスプレゼント言っても大人なんですよ。で、子供にするわけじゃないんで、もう何いいのか、なかなか選びにくいじゃないですか。ねえねえ、まあ、それね、もう時間もかかるし、何が希望かわかんないし、で、まあね、思ったものあげても、あんまり気に入ってもらえなかったりっていうことがちょっと過去あったんで、私はもうちょっと辞退させてもらってるんですね。で、それで、まあ、私は夫にも、自分は、そのね、キリスト教徒でも何でもないから、で、私は、まあ、そのね、まあ、無宗教だと。まあ、常にノイトラル、その中間地点にいる人間だから、その何にも色に染まりたくないから、まあ、そういう無宗教派であるっていうことも認めてほしいということを言って、で、夫はまあそれほどね、まあ、そのまあ信心深い、まあ、その信者でも何でもないんで、それは受け入れてくれてるんですよ。でも、この 2,3 日前からちょっと様子が違っていて、そのまあね、レバノンの友人にもそのまあプレゼント送りたいって言うんで、いや、それで私にしたら、まあ、これ12月も入って、で、こちらからクリスマスプレゼントを送ると、やっぱり向こうも急遽準備しないといけないのに、もう日数ないですよね。で、彼らは仕事をしていて時間もないし、しかもレバノンってこのドイツから送ると、下手したら関税がかかって向こうが払わないといけないんですね。例えば、まあ、数千円のもんでも、それに対して関税がかかるんですね。数千円単位とか、まあ、何万円かかかる可能性もあるんで、ですから私はもう変にそんなものは送らない方がいいよって言ったんですよ。で、夫がどうもそのね、アマゾンのレバノンのアマゾンがあれば、その、まあ、現地から購入できるから、そんな関税もかからないんじゃないかっていうことなんですけども、レバノンにアマゾンってあるんですか？私、ないと思うんですよ。おそらく。調べたことあるんですけど、私もちょっとお礼したいなと思って旅行行って帰ってきてから、彼らにね、このレバノンでの友人にしたいなと思って、検索したんですけどもね、どうもアメリカのアマゾン経由になるんですね。で、そうなるとやっぱり税
金か、あの関税かかりますよね。ですからね、私にしたらもうそんなね、今こんなね、あえてこんなね、まあ、この慌ただしい時期にしなくても、また改めてお礼っていう形で、あのね、あのこのクリスマスのプレゼントではなくて、まあ、ありがとう、そのね、感謝を込めたプレゼントということで、まあ、来年あたり、まあ、送った方が向こうも気使わないんじゃないのって私は言ったんですよ。そうしたら夫がまたさらに、いや、こんな今の時期クリスマスムードでみんなこのクリスマスの交換をするんだって、もう引き下がらないんですよ。それで喧嘩になって、昨日はで、私はそのね、無宗教である私にそれを求めるなって言ったんですよ。自分がやればいいって、私は連名にしないでほしいって言ったんですよ。皆さんどう思います？だってね、夫婦であっても一緒にの考え方じゃないとか、その一緒にできないこともあるじゃないですか。そこは分かってほしいんです。特に宗教なんてそうですよね。それで、まあね、まあ一晩は、まあお互いにちょっとね、この距離を置いて、もう別室で寝たんですけども、で、翌朝ね、夫がね、やっぱりちょっとね、うん、そんなね、揉めるようなことじゃなかったと。で、またね、ちょっとね、改めてプレゼントしようと思うっていうから、その方がいいよって、今ね、そんなもう12月入ってクリスマスプレゼントって、まあしかもレバノンってそんな、なかなか送りにくいところじゃないですかね。だからよく考えた方がいいって、で、もらって喜ぶ人もいれば困る人もいるって言ったんですね。私が結構そういうタイプなんで、もらうとやっぱりお返ししないといけないとかってすごい気を使うし、特にクリスマスなんて、まあ、私全然クリスチャンでも何でもないんで、もらうと困るわけなんですよ。メリークリスマスっていう気も全くないんでね新年明けましておめでとうは言いますけど、だからね、私はまあね、ちょっと今回ね、まあ、こういうね、急遽ちょっと動画撮らせていただいてるんですけども、皆さんどう思われますか？特にね、国際結婚されている方っていうのは同じようなちょっとお悩みお持ちだと思うんですね。まあ、日本でもね、今ちょっと宗教の絡みの問題なんかもあるじゃないですかね。家族が入っているけれども子供たちは入りたくないとか、でも一緒にしないといけないとかっていうので揉めてるじゃないですかね。それと同様で、私もまあ信仰は自由だと思うんですよ。思想も自由ですし、勝手にすればいいと思うんですけど、それをね、ちょっと人に要求するのはどうかと思うんですね。私としては無宗教な人も認めてほしいと思っています。まあ、そういうことなんですけどもね、ちょっとね、まあ、ちょっとこんな慌ただしい時にね、ちょっと動画撮らせていただいてるんですけれどもね、今ちょっと空手これからね、ちょっと練習があるのでね、準備したいと思います。今もね、まだちょっと空手やってるんですよ。今でね、丸7ヶ月になるんですけれどもね、今ね、週3回ね、やってるんですね。すごく楽しいです。ですからね、私にしたらね、もうね、そんな、クリスマス、まあ、ちょっとクリスマスね、楽しみにされてる方には申し訳ないんですけどもね、全然関心ないんでね。もう勝手にやってって感じなんですけどもね、もうなんかね、本当そうですよ。まあ、そういうことですけれどもね、またね、ちょっとね、何かね、新しいね、情報がありましたらね、ご紹介させていただきたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。